チョリス、ヤマトちゃん、今平気？いや、ヤマトちゃん、そろそろあれだよ、あれ。女できたかと思ってよ。あ、まだ？ダメだよ、ヤマトちゃん。ダメダメ。さっさと作ろうよ。サマーが来ちゃうぜ、サマーが。あ、今さ、3人ほどメスいっけど面白えよ。彼女とか言われて、頭の中に候補のメスとか思い浮かんだんじゃね？とりあえずそいつらの中から絞れよ。俺名言とか言っちゃうけどさ、女ってやればなびくから。ヤマトちゃんは童貞だからわからないけどさ、まあとりあえず目標は彼女作るっつうことで。ようやく全て完成しましたね。ああ、稼働は秋かららしい。十分間に合うな。今の若いもんは恵まれてるな。こんなのを建ててもらって。そうですか。僕は河原で遊んでる方がよほど楽しいと思いますけどね。違いない。それにしてもこの施設の名前特徴的ですね。可愛らしい名前にしては武骨な外見ですね。愛がこもってないよ。愛が不気味にさえ感じるな。子供の宮殿か。ここが勝負、勝負の時なのだ。だからマジで乙女の技を見せちゃう。マジマジ、常に一
つであるべきは楽しいよ。いいね、メレで記憶たくましく美しく修行って素敵。朝の挨拶張り切って学び屋で頑張ります。強く麗しく気高く目指してるのに大混乱友達なの。それでも胸のドキメキ止められない。ここが大和は私を選ぶよ。射程というのはいいものだな。お前がすごく気に入ったぞ、ヤマト。私にどこまでもついてこい。お？目が覚めたか、弟。よしよし。なんだ？私が大活躍しているものかな？膝枕代は30分で5000円。借金から引いとけ。なんだ、やるだけ損だって。私が男に膝を貸すなんてないことだぞ。で、私を呼び出して何の用だ？うん、ママだな。今の気温ぐらいだ。嫌いな物理だったんだよ。意味不明だった。保健体育は好きだけどな。詳しいんだぞ。どうでもいいだろう。おお、やだやだ、権力の手先がここにいるぞ。大きなお世話だな。ふっ、大和君、いけませんよ。お姉さんとはいえ女性を怒らせてしまうなんて。モモ先輩、いかがですか？私ならあなたに笑顔を与えられると思うのですが。ガクちゃん。やだ、お前よりそこの可愛い女の子の方がいい。
お前のことだな、ユキ。若が女の子に連れなくされるの久しぶりに見た。かわゆいユッキー、私と茶でもしばかないか。でも僕、トーマとジュンがいる。そう、こう見えて私たちは結束が固いのです。大福とか食べよう、甘いぞ。いいよ、行こう。ユキ、知らない人について行ったらダメですよ。大丈夫だ、私がエスコートする、責任を持つ。はい。バカユキ、気をつけろ、おぶらされるぞ。余計なことは言わなくていいぞ、坊主。お前はラジオのネタでも考えとけ。さあ、行こう。いいですよ。ユキがテイクアウトだよ。ヤマト、お前の姉さん、ほんと嵐のような人だな。射程なんでしょ？有名です。面白い関係ですね。親分子分つうより、俺は兄弟に見えるわね。